着物セミナーなのになぜか男性が多いというでもね、着物というよりも色なんですよね。ここにちょっとね、教材みたいなものを持ってきましたんで、ちょっと、ね、素材ってあるんですけれども、素材、ね、マテリアル、ローマテリアルっていうらしいですけどね、ローっていうのは生とかね、レアって、あれ、英語で、カタカナ英語ってありますが、あれ、本当に邪魔くさいですよね。アメリカでちょっとばかり住んでたんですけど、その時に、マクドナルドって言ったらネーバー通じないですからね。なんて言いますか。マクドナルド。そうですね、マクドナルドって言うんですよね。でそういうのとか、あとはだいたいカタカナ用語はほとんどと言っていいほどそのまま言っちゃっても通じないんですよ、ね、ご飯のライスって言って、ライスって言ったらシラミって意味ですからね。だからライスの大盛りって言ったらキャーみたいなそういう感じですよね。だからほとんど通用しないので、カタカナ用語はね、まあ、ちょっと脱線しました。よく脱線します。それで素材ということなんですが、まあ、縁あってこの地球上におぎゃーって生まれてきた、これ素材なんですよ。要するにあなた素材なんですよということですよね。素材ちゃんがどん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 大きくなって、今、まあ、30歳あるいは40歳、まあ、50歳、20歳いろいろありますが、自分の素材を考えたことありますかっていう話ですよね。ご自分自身の素材って何なんだろう。今日たまたま手をね、こう、車を運転しながら信号待ちだったんで、こうやってこうやってたんですよ。そうするとなんかね、タンパク質同士がすり合わさるんで面白い匂いになりますね。自分がタンパク質ってイメージしたことありますか、ね、爪パチンパチンって切りますよね。あ、自分がなくなるっていう風なイメージないですもんね。でもその爪 の破片も全部自分なわけですよね。髪の毛抜きます、落ちます、あれ自分ですよね。そうすると自分って何だろうみたいな、哲学的な話というよりも、自分を一つのマテリアルっていう風に思った時に、じゃあその自分のマテリアルって一体何だろうかと思うわけですよ。で今回はいわゆるそういうその科学的な見地からではなくて、自分というマテリアルが果たして色で例えたら何色なんだろうとか、あるいは客観的にどういう人と思われているのかとか、自分自身はどういうマテリアルなんだろうかとか、そういうことを普段考えてないんですよね。考えてない。でここにちょっとね、作ってきたんですけれども、印象っていうのがありますよね。自分が目指す印象、ね、それからどこかに行く時の目的の場所、うん、それから会うべき対象の人っていうのがあるわけですね。それとその人にどんな気持ちを表現するのかっていうのがありますね。で、おぎゃーと生まれてきた人たちそれぞれがマテリアルなわけですよ、ね、いわゆる一つ一つが。そう考えるとなんか自分自身をしっかりなんか知ってなかったなっていう感じがします。で今回はカラーコーディネート、人生をカラーコーディネート、まあ着物につなげるということなんですけれど、そうすると自分というマテリアルが果たしてどういうマテリアルなのか、どういう人になりたいっていうとちょっと語弊があるのかもしれない、どういう印象を目指すのか、じゃあ今の自分はどういう素材なのかっていうところですよ。これものすごい大事だと思うんですよ。私教師してる時に卒業式とか入学式とかいろいろねオケーションありますよね。その時に先生今日はどんな格好してくるんだろう、女子校ですから、まあ、ちょっと半ば何ですか、宝塚みたいな感じがありましたから、まあ、その時はまあショートヘアでしたしね。そうすると、あ、先生どんな格好してくるんだろうということで割と期待をね持たれてた部分もあったんですよ。でその時に、まあ、まだ20代若いですから、そうすると、まあ、ちょっと自分目立ちたいみたいなところと、その目的オケジョンに準じてあんまり目立ちすぎると悪いみたいな
感じあるわけですよね。父兄もいるしとかね、あの校長先生とかいろんな人もいるしっていうことで、じゃあ色を考え、黒かなみたいな、じゃあ黒だなと、まあ、いろんなあの場所に応じて何色とか、例えば一番分かりやすいのがお葬式なんていうところに赤着ていけないっていうのは分かりますよね、うん、でも黒でもいろいろあるわけですよね、形も。それからあのアクセサリーもそんなにしていっちゃいけないとか、まあ、ある意味のルールみたいなのがありますよね。でも自分の素材を無視してませんかっていうことなんですよ。で特に男性なんかの場合はちょっと話がボンと飛びますけれどもね、あの高校の教師してました、そういうお化粧ありますよねっていうこととちょっとつながっていきながら脱線していきますけれども、男性はよくこうあの海外に行って戻ってくると東京駅ぐらい行くとみんな黒なんですよね。黒か濃い茶色か濃いグレーか、そんな感じなんですよね。でも大丈夫かなって思うわけですよ。それは何かっていうと、それぞれの素材には肌色が違うんですよ。ちょっとここで質問なんですけど、女性の場合はね比較的わかるんですよ。それはファンデーションを選びに行くと、オークル系ですかピンク系ですかって、何色がファンデーションの色ですか、はい、あのなんか選ぶときに、そういう感じでね、私ねオークル10って言われるんですよ。で大体オークル10で決まってるんですよ。オークル10っていうのはちょっと黄色系 の, あのちょっとだけあの濃い感じかなっていう。でピンクではないんですよ、白でもないんですよ。であのそれってあの例えばパールを選ぶなんていう時にすごく重要な鍵なんですね。でパールって何色と何色と何色系がありますかね。あそこまでいかなくても、そうそう、パールの中でもね、なんかありますよね、うん、そうだよね、そうですよね、ごめんなさい生徒のつもりで言ってましたそうだよな、お前みたいなダメそうですよね、白、ピンク、黄色系があるんですよ。でそんなことを自分の素材を無視しちゃうと、自分の素材を無視しちゃうと合わないパールを選んじゃうっていうことになりますよね。だから自分の素材は、今肌色のことだけちょっと触れましたけれども、それとイメージ、君ってなんかこういうイメージだねとかあるはずですよね。なんかいつも明るいねとか、いつも暗いねとかねそこまでは言われないかもしれませんけど、イメージってあると思うんですよ。あと髪の色とか髪型とか面長とか、まあそこまで言っちゃうと別にこうカラコンでネットっていうよりも、なんだろう、こうファッションコーディネートになっちゃうんで、そこまでは言わないんですけど、自分自身を客観的に見た方がいいと思うんですよ。それをしっかり分からないと、同じ黒でもその人の素材が死んじゃう選び方と、その人の素材が生きる選び方があるんですね。同じ黒でもそうだし、まあ、例えばジャケットでもそうだと思うんですよね。で着物の話にちょっと行きますとね、着物って素晴らしいんですよ。何かっていうと、着物自身も何色系があるんだけど、実は変えることができるんです。それは帯で変えることができる、で帯揚げで変えることができる、帯締めで変えることができる、もっともっと言うならば半襟で変えることができる、もっともっともっと言うならば草履もそうなんです。それからまあ足袋の色とかね、いろいろありますけれども、から持つバッグとか、じゃあ洋服に戻りますと、洋服もそうなんですよ実は。で私の持論なんですけれども、洋服を選ぶときに、その洋服がパーフェクトにそれだけで全て備わっているものを選ばない方がいいと思うんです、ね、そういう言い方するとちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、例えば自分がこう見て、あこれ素敵って、そのものを見たときに、それがなんかスパニッシュのイメージで、完璧これだけ見てスパニッシュっていうよりも、素材として見た方がいいんですよ。なぜかというと、着る人の素材があるから。着る人の素材と選んだ素材とそれに足していくわけじゃないですか。例えば女性だったら、今日ね皆さんと会うんで、あの爪塗ってきたんですよピンクね。この爪も重要なキーワードなんですよ。ちょっとすごいでっかいリングしてますけどね、これうちの旦那がくれたんでしょうがないやってるんですけどこれもね、
ですけど、これもそうですよ、色だから。で、耳に下がってる、これもそうでしょ、色なんですよ。だからこの洋服着て素っ裸で着るわけじゃないから。で、髪の毛の色もあるし、で女性の場合はまた女性の話で、化粧はありますでしょ。今日シャドウ自分でね、ここあの F でみたいにしてこうやって大好きだからやってるんですけど、あのピンクこの辺にやって、でここにちょっとあの茶色の濃いやつにちょっと紫がかったのがあって、で緑のパールがあって白いパールがあってみたいな、こうすごい楽しんでるわけですよ。そうするとここにある色がまあね、あの重要になってきて、いろんな色を組み合わせていくという話になるんです。だからこのワンピースだけで自分がオッケーっていうになっちゃうと、最後の決め手の靴で滑っちゃうことがあるんです。最後の決め手の腕時計で滑っちゃうことがある。最後の決め手の髪の毛の色で滑っちゃうことがある。だからこれを見た時に、これをどう料理してあげようかなと思わなきゃいけないんですよ。すなわち自分という素材は素材なんですよ。だから料理する意味のメインなんですね。魚とか肉とかそんな感じ。だからそこに何を持ってくるかっていうのはすごく重要になるわけ で、私はあの微笑み堂っていう中によく着物で姿でこう出てくるんですけど、あの皆さんも何人かの方はご覧になってると思いますけどね、この着物でこんな帯を合わせるみたいな、そんなのをちょくちょくやるんですよね。でもそれは自分の中 の着物から受けるイメージがあって、この着物さんは当たり前にやっちゃうとかすんじゃうから、この着物をいかにいいイメージでぐわっと出してあげることできるかなって思って帯を選ぶんですよ。そうするとここの間に、まあ、よくかすがいっていう言葉がありますけども、だからね、子供は親のかすがい、うちも子供が5人いるんですけども、もうこの子供がいなかったらやばいなってね、子供の一言でかすがいうまくいくなみたいなところがあるわけです。そのかすがいになるのが襟だったりとか帯揚げだったりとか帯締めになるんです。いうことでかすがいなんですよ。そうすると男性だったらネクタイ1本あります。ジャケット、そしてシャツの色を変えるだけでこれがかすがいとしてうまくいく。最後は肉メインですよね。自分の素材が来るわけだから、これ無視しちゃいけないんですよ。だから一番最初に言いましたように、自分という素材というものが肌の色だけではなくて、どんなイメージで、そしてどういうイメージになりたいのかっていう、その辺ってすごく大事なんです。でもっともっと話を深くしていくと、どんなお仕事ですかとか、だからどんなお仕事でどんなイメージにしたいんですかってことですよね。お葬式屋さんですごくゴージャスで派手になりたいっていうのはなしですもんね。だからオンオフ、いわゆるその自分で考えた時に、いわゆるその自分のプライベートでデートをするなんていう時は仕事とは関係なく、どんなイメージで会う人が彼女だったら好意を寄せているっていうイメージ、あの伝えるっていうあの話になるわけですね。そんな話で進んでいくんですけど、 あっちこっち飛ぶんですけど、まあ、どんな気持ちを表現するかって、ここにちょっと置きたいと思います。これ作ったんですよ。これ世の中に何もないんですけどね、自分で作りました。もうなんで色分けしてるかというと、ここがね、色分けされてるんですよ。こっちかな、ちょっと出したら、まあこうね、黄色とか緑とかあるじゃないですか。例えばどんな気持ちを表現するかっていう時に、あの頑固な気持ちを表現したいと。なぜかっていうと、会う人が、例えば、戦いを挑まなきゃいけない、いわゆるビジネスのところで自分とこの商品を売らなきゃいけないとか、そういう目的が出てくるわけですね。そうすると弱い感じのイメージで行っちゃうと弱くなっちゃうわけですから、だから毅然とする、凛とするとか、そういうイメージで会うときに、じゃあ色のイメージがどうなのか、そして素材に合うその色のイメージの中にどんな色がいいのかっていうのがあるわけですね。で、話また飛びますけども、同じ黄色でも、例えばあなた黄色似合うわねってなった時に、同じ黄色でも、さっきパールの色の説明しました、ピンク、それから白、それから黄色がかったパールあるって言いました。黄色にもあるんですよ、実は。
黄色って YCMYK の4つ の色の配合から言えば Y なんですけど、 Y もそこにパーセンテージがあって 10% の Y って言ったら淡い Y なんですよね。で 100% の Y って言ったら濃い Y なんですけど、それに若干で何かを入れてやるとそれも黄色なんですよ。ですよね。だからその人の似合う黄色っていうのは実は一様じゃないんですよ。いくら黄色が似合うって言ってもね。でそれを自分でどう見極めるかっていうことの命題プラス、どこに行くのっていう命題プラス、誰と会うのという命題プラス、そして、場所ですね。最後の詰めは場所なんですけれども、まあ、例えばそこまでパーフェクト組織に行くぞって言ったらおかしくなっちゃいますよね。ですからその最後の場所がどうなのか。でまた話最初に戻しますけど、私は昔からそういうことの才能があったんだと思うんですよ。だから比較的派手な格好をしても派手に見られない。そういうの分かりませんか。なんか派手な格好をして派手に見られる人と、派手な格好してるんだけど派手に見られないなっていうのがあるんですね。で私が今やっている着物の帯にですね、絵を描くってことをやってるんですよ。普通こんなことやったらちんどん嫌だかなって感じですよね。サンドイッチマンってことですね。これ本邦初公開というか、これは富士山、これジョージ有吉さん、ご存知な人、フェイスブックからね見てる人はいらっしゃると思います。ジョージ有吉さんの話を1分間2分間ぐらいします。ジョージ有吉さんのお父様は日本から、ハワイに渡った日系1世です。そして有吉さんは日系2世です。戦争にも行ってます。まだ若いですけどね、若い時16歳かその辺だと思いますけど、日系の人たちというのは戦争時代、世界大戦の時にとても苦しんだわけですよ。だって自分の母国をやっつけなきゃいけないわけですから。それで矢面に立たされて行けって言われるわけですね。アメリカ軍の前に日本人である彼らが日本兵をやっつけると、もう非常に苦しい時代がありました。この、ジョージ有吉さんが戦後間もない時、1945年ですかね、日比谷、あそこの、日比谷とか有楽町ですね、有楽町のところ、マッカーサーの、ところから、来まして出かけました。東京は焼け野原です。そこに少年が靴磨きをしていました。そこで彼はその少年のところに座り、いろいろね靴磨きとかやってるんですよ、焼け野原で。そこにポンってやったら磨くわけですよね。で、君なんで小さいのにこんなことやってんのって、7歳か8歳だったらしいですよ。そしたら、おじちゃん今ね日本大変なんだよって、うちも大変なんだ、だから自分が働いて頑張って親の手助けをしたいんだって言ったそうですよ。そこで少年が磨いてる時にグググググってお腹鳴ったんですよ。そして有吉さんは、GHQ のところに行ってですね、パンにジャムとバターを朝食に出たもの入れてポッケに忍ばせて行って、また少年がいるところに行ってまた靴を磨いてもらいに足を出しました。その時に君にねこれあげるから食べなさい、お腹空いてるんだろうって言ったら、おじちゃんいいのありがとねって言って、それを食べないで新聞紙にくるんで自分のバッグの中に入れたそうです。どうして食べないの、うちにね3歳になる妹のマリコがいるんだ。それを聞いた時に有吉さんはこの日本国は大丈夫と思ったそうです。すなわち自分もお腹空いてても親も大変で日本国は大変である、でも自分が働いてこの国を助けてやるんだと、これがあったと。でこの有吉さんがですね、実はとある関係でたまたま知り合いになった、もう本当にごくごく、わずかな日にちだったんですけど、そこで有吉さんが来るっていうんで、矢作さんはその着物を着て来てくれと言われたんですよ。それでわずか3日か4日しかなかったんですけど、有吉さんの顔をですね、これ有吉さんです、そっくりですよね。これ有吉さん、この顔を描く決意をして2日間で描きました。自分で描きました。これ自分で描くんですね。それでこれを描きましたらですね、
当日誰も知らないわけですよ。300人ぐらいいるあの会だったんですけど、バラの花を、まあ、つけられてですね、うわすごいねっつって、もうあの一番前に座ってよって言われて座ったんですよ。隣千葉真一さんです。千葉真一さんね。それで、あこんにちは、先日はどうもみたいな話で座ってたんです。でその司会の人がとてもえらくこう感激してくださって、それであの有吉さん の会が終わった時に皆さんに紹介してくださったんですね。でこれがその有吉さんのサインです。ハワイからわざわざ、まあ、倫理法人会という大きな会があるんです。そこ の、まあ、会長さん偉い人が、まあ、あのハワイでお会いして、でこの方のお父様っていうのは安倍総理のお父様と、まあ、親友という関係もあって、まあ、自民党関係に非常に知られている、今の話ね、靴磨きの話はそうなんですけど、でそれであのテレビの J-COM っていうやつにこう、まあ、放映するっていうところでですね、私は真ん前に挙げられて、でちょっと英語でスピーチをしまして、で有吉さんと、まあ、こう抱擁するみたいな感じで、これアメリカ式の挨拶ねみたいな感じでやってくださったんですけど、帰ろうとした時に、まあ、全て終わって、あのもうちょっと仕事しなきゃって帰る、実は最近こういう帯っていうのは、これはあのバージンエアの、ジョージ・ブランソンですね。ジョージ・ブランソンのところにあの友人の山崎太一君があのカリフォルニアに行くっていうんで、じゃあって言って、このネクタイをね、これも手書きなんですけど、これ着物の生地です。でネクタイをあのちょっとね、あのバージンエアの、飛行機をですね、飛行機じゃない、これはあのロケットですね、あの宇宙に行く、でそれをねちょっと書いたんです。で山崎君にも1本、そしてブランソンにも1本ねあげたんです。でそしたら、じゃあ八木さんって言ってね、私も選別頑張っていっぱいポンと渡して、これを持ってブランソンにサインしてもらうっていうことになって、実際にサインして持ってきてくれた。すごいですよね。これはね、いくらかななんてね。売りません、売りません。まあこういうふうな帯がたくさんたくさんあるんですよ。あの文部科学大臣の下村さんにもサインしてもらったんですよ。下村さんとお会いする機会があったんで、ちょっと似顔を描いて行ったら、下村さん本当に喜んでいただいて、これサインして。で、あの野球のね、あの広島カープを優勝2回3回させた小葉監督もひざまずいてこうやってくるね。そういうのがいっぱいあります。でこの有吉さんも、全部終わって新宿駅、あの京王プラザから歩いていった時に、あの都庁のね、あそこの道のところ歩いていった時に、忘れた、サインしてもらうの忘れたと思ったわけですよ。それで一回立ち止まって、京王プラザ歩いて50メートル、駅歩いて何メートル、あこっちの方がちょっと長いな、どうしようかな、こう言って行ったり来たりしてたんですよ。でも失礼だよな、さっきマッサージするって言ってたしな、でもこうやってまた戻ってって、いやでもな、これきっとリタイアしたら一生後悔するよな、どうしようかなって3分ぐらい迷ってた。でもやっぱりあのいろいろ言われますよね、迷ったらやれと、迷ったんだったらやれということで腹くくって行きました。京王プラザの33階、3306だったかな、行きました。まだドキドキしてます。ピンポンってしたら、はいって声がしたんですね。それマッサージを受けてたんですよ。わかります？もうだから有吉さんもなんか捨ててこ状態みたいになって、こんななって寝てて、奥様もね隣でね、ですごい仲良くなったわけですよ。それでピンポンって言って入って、I'm sorry, so actually I forgot the signature on my obi. Please signature, can you? かなんか言ったら、そしたら奥様が、あなたあなた、英語でね、あの彼女がサインしてってここまで来てるのよ、やってあげなさいって言われてですね、私ベッドの有吉さんの枕の横のところに座ってですね、有吉さん寝たままサインしたんです。これがジョージ有吉さんエピソードなんですね。まあ、だからあのすごいずうずうしい女だなと思うかもしれないけど、2日間かけて書いたっていうのもね、やっぱりなかなかあの着物ならではの、まあ、プライオリティだったのかな。これ洋服だったらね、有吉さんここに書いたからここにサインしてください、多分やらないし、だからこの人頭おかしいんじゃないと思われるけど、でそれが話をちょっとまた戻しまして、派手に普通は見えるんですね。だってこの帯して着物着ていくんですから、勇気いりますよね。でこうなんか電車乗ってる時だって、誰何誰ってこう見られますよね。
あの北原さんもそうなんですよね。北原さんの帯も北原さんの似顔絵描いていった時、誰北原さん何みたいな、皆さんそう思うんですけど、なんかあれ自分のこう哲学的なもので、あの堂々としてればいいんですね。やっぱりこう堂々として、あの自信を持って着物だ、私はこれを活性化するために生まれてきたみたいな、まあ、それがあるのかなと思うんです。で、いわゆるこう有吉さんもそうですし、いろんな方々がまず笑顔でサインしてくれるんですよ。びっくりですよ。どんな方でも笑顔でサインなさってくださるんですね。でこれは多分だからみんな真似しなさいって言って、日本国中みんなこれ帯してこうやってサインしてサインしてって回ってたら、これちょっと迷惑なんですけども、いわゆるこう貫く気持ちというものが、あの非常にこう特化してるのかなっていうのがあって、だからどんなもう、まあ、先ほど言いました57歳ですけども、振袖平気で着るんですね。でそれはあのまあ常識として結婚したら振袖は着ないとかっていうのもありますし、だから帯に絵を描くなんてのはそもそも常識としてはありえないかもしれないし、あるいはそもそもいろんなあの帯を切ってネクタイ作るっていうのも横目で睨まれて、そんなのはもっと言えばあの袴の生地でスーツを作りました。であのそれもあの袴を作ってる仙台平を作ってらっしゃる宮城県の会社の人にお電話したんです。あのどうしても袴の反物が欲しいんですけどって言って、何作るのって言われて、どうしようかなってきっと断られるなと思って、案の定そんなうちの袴の生地はそんなの作るために作ってんじゃないって言われたんですね。でもそれは分かるんだけど、こんなに素晴らしいあの音がするものね、ちょうどそのあれですね、松の廊下をこう電柱だって言ってこっちこっちシュク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 っていいじゃないですか。あれ袴のとても素敵な音ですよね。武士道みたいな音するしますよね。あれをスーツにしたいと思ったんですよ、無謀だけど。でもスーツにした時に、あのなんか例えばそのスーツを着ているだけで自分は何かに守られているって気持ちがするだろうなと思って作ったんです。案の定そうだったんですよ。だって誰も着てないし、メイディンジャパンだし、日本の昔からの袴の生地じゃないですか。だからおばあちゃまにはそういうふうに言われたけど、自分があの知り合いになったスーツ屋さんに作っていただきました。そのスーツ屋さんもあの相川翔さんのね、相川翔さんがあのたまたまスーツにすごく凝ってるっていろんなテレビでおっしゃられてるんだけど、相川翔さんが着てるスーツを作ってる人なんですよ。それでまずここがポイントなんだけど、スーツ屋さんがそれを面白いと思ったってことなんです。やっぱそこだなと思うんですよね。じゃあ八木さん僕のところで作るよって言われて、どんなのにしようってもう一緒になって、でボタンはじゃあ選んでとかで実際に作ってみてこう動いてみると、やっぱりこうあの力点がこう斜めに入ってくるとそこがクックックッとこう開いちゃうんで、袴の生地って弱いんですね。だからやっぱそこのところはやっぱ力のしなきゃいけないのとか、まあ、開発が始まっていくんですけど、でこれは本当にカンフタブルで素晴らしいという、照りもいいし音もいいということで、これをまたあの商品化していこうかなとは思ってるんですけど、要はあの常識みたいなものにとらわれてしまうとあのダメなんです。ただし押さえておかなきゃいけないのは道ということなんですね。道ということなんです。で道というのは何かというと、着物にも道があるはずなんです。で話どんどんそれちゃうけど、後で必ず戻しますからね。あの着物にあの関わりを持った時というのはあのアメリカでなんですよ。日系二世の話しましたけど、やっぱり日系二世三世の人たちが着物を着て盆踊りを踊ってる400人ぐらい、それを見た時にもうバーンって着物の神様が自分を全部包囲網をこうわーってやって、お前これが日本の心だぞみたいな感じな時があったんですよ、三の瀬っていうところでね。でそれで私はもう1時間ぐらいずっとそれを見て、そこから日本の心をここで見たりということで帰国してきてから急ぎあのドゥージャスティス店を立ち上げたんですけどね。要するに、まあ、儲かってる儲かってないの話は、まあ、別としても、私の命題は着物の、世界、
着物のインダストリーを世界に持ってって、着物のこの元となるものを、日本人もしっかり植え付けていかなきゃいけないということ で、それがなんとなくこうブワーッと一気に来たんです。でその着物のじゃあさっき言ったその道って何かっていうとですね、実は戦後女性が仕事をしなきゃいけない、仕事をするために着付けというビジネスを国と着物の大きい会社が一緒になって立ち上げたんですよ。あれ戦後からなんです。だから着物の着付けというのはお金儲けのために立ち上がったんです。そして着付け何級とか早着替えとかいろいろありますよね。であれ着付けはいやこんな時間ないのにって思うけど、ちょこちょことしか欲しいなんですよ。歯医者の治療と同じでね。アメリカの歯医者は話飛びますけど早いですよ。もう1日で全部治しちゃうんです。ところが日本はレセプトをこう出さなきゃいけないんで、歯医初心難点とかまだらかしいんで3ヶ月ぐらい、そのうちに他の歯が虫歯になっちゃうんじゃないかと思うぐらいね。だからそれはすぐに治しちゃうというのはアメリカ式ですよね。まあ、そこはある日本の場合はちま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 とやるという方法を取っちゃってて、そうすると一からやるんでお金もかかるし時間もかかるしということで、でやっぱり着付けはこうじゃなきゃいけないって言われちゃうわけですね。ところがですね、旅をしました私、歴史を今こっちの向かってますけど、こっちの旅してたんです。江戸時代まで旅したんですよ。それは何でかっていうと浮世絵です。浮世絵見てるとあなた素敵な女性たちがいっぱい出てくるじゃありませんか。前の方で着物の帯を結ぶ人もいれば、もう帯がですねズドンと下の方に大きい帯がズドンと下がってる人もいれば、ここを結構こうゆったりとね3つぐらい半蹴りやってとかね、いろんな方がいらっしゃって、でもっともっと旅してね、そうすると小袖っていうところまで行くわけですよ。そうすると端折りがない、いわゆる着物の、着付けの方で端折りがこうしなさいとかああしなさいっていう、それはない着物がでも共通した道は品格と美しさだったんですよ。すなわちどんなに崩してもそこのところがないとダメなんですね。はい。それでたまたま今日ですね NHK 見てたら俳句のことやってたんですよ。芭蕉記ってね、芭蕉がなくなったそのあれをそれをこう痛むというか、そういう俳句がいっぱい集まってたんです。でそれを聞いてね、切れ字は俳句の中に2個は作らない、ね、1個だけ切れ字っていうのは、まあ、ここの切れ字じゃないですよね季語とか分かりますよね、まあ、春のこう季語とかいる切れ字っていうのは切るんですね。そこで1回流れをスンと変えるっていう、まあ、屏風みたいなもんですね。ここに来てここでストーンと切って次みたいな、それが例えばいわゆる2とか一つ その切れ字になる言葉っていうのがあって、五七五というこの俳句の中のたった一個の言葉で世界が変わるんですよね。たった一個の言葉ですよね。ルルなのかニーなのかレーなのかとか、そんな世界ですよね。そうするとこれを切れ字を2個にするともう世界観がなくなる、これをルにしたらいいんですよとか、そういう世界なんですよ。すごいな、こんなの分かるの日本人しかいないんですよ。分かります、すごいんですよ、深いんですよ。でそういう世界が実は着物にもあるんです。着物って皆さん結構高いんでね、で矢作さんこう着てるとは金持ちだなとかね、そういうような冷ややかな目で見たら矢作さんだからだみたいな感じでね、こうタンスの中にしまっちゃうんですけど、そういう気持ちをね。でも着物のその道というか素晴らしさを知ってると自由になれるんですよ。で着物って高い、でも高くない、それはいろんな方法があります。多分インターネットにいっぱいこう着物とかね500円から出てたりするのね。勇気とかサイズが合わないと合わないんですけど、それ大事に洗ってもらってやればもう完全に着れるし、反物でもちゃんと洗ってもらって、で仕立てて仕立て屋さん仲良くなって仕立ててもらえば全然そんな何十万何百万全然違うんですね。ただし何でもいいわけじゃないです。ここで話戻りますけども、素材があるわけですよ、自分自身の。
それを知らないで、あ、ブルー好きだからブルーってやっても、実はブルーが似合わないかもしれない。でもって、それを補うために帯とか帯揚げとか帯軸を使えばいいという話ですね。で、前回のお話の中でちょっと使った、資料があるんですけど、ごめんなさい、ありがとう。これね、前回と同じこと言うんですけど、これはナポレオンですよね。はい、これ絵画なんですよね。で、この絵画は素晴らしいんですね。で、何が素晴らしいかっていうと、何が素晴らしいと思いますか。いや、それは千差万別から何言ったって当たるんですよ。何があなたの中で素晴らしいと思いますか。赤が素晴らしいですよね、確かにね。他何かどうですか、カウさん。構図っていうかね、すごい力強い構図が見えるんだけど。そうよね、ですよね。で、この被写体もちょっと素晴らしいですよね。ナポレオンってね、ナポレオンの辞書には、何でしょう、かわいいはないでしたっけ、あ、違いますよね。深わらないですよね。そんな感じ。実は、この間パーティーが、私が企画したパーティー、まあ、主人が医者なんでね、それ20年続いたっていうパーティーがあって、それは9月16日の台風の日だったんですよ。めちゃめちゃな台風の日じゃないですか。百何十人ご招待してる。でも電話が私の携帯になるわけですよ。どうせ来れないだろうと。だから電話ほっといてたんですよ。なんかテンション下がるし。で、いろんなアクシデントがあったんですよ。もう明治記念館予約して、もう大変、もう電車が止まるし、新幹線止まる、何が止まる、雨だとか電話が来る、もうパニックみたいな時に、私は知らないうちにこの着物を着てたんですよ。これナポレオンですよね。知らないうちに、すなわち色のパワーで、たまたまですね、この着物っていうのは仲のいい着物屋さんが、これね、古い白い生地だったんですよ。織のね、で、古い着物 の白い生地で洗い張りしてもらってもちょっと汚れが目立つんで、八木さん赤に染めましょうって言ってくれて、で、赤に染めて全部染めてくれて、まあ、本当に私をリスペクトしてくださる着物屋さんなんで、赤に染めて、そしてこの着物を仕立ててくださって、出来上がって届いたのが前日だったんですよ。で、その前に決めてたのがあったんです。でもその多頭紙を取ってこう見た時に、これって言ったんですよ。それで色を合わせてみたら、なんか力が出たんですよ。はい、本当にたまたまの偶然なんですけど、本当にこのナポレオンのような気持ちで臨んでったんでしょうね。はい、100人来てくれました。で、デヴィ夫人も来てくれました。まさかなと思いましたけどね。夫人もなんか来たもんよみたいな感じでね。で、夫人すいません、突然なんですけど、ここで一言いただいてよろしいですか。あなた、そういうのはあらかじめ言っといてねって言いながら、ブツ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 一生懸命考えてください、はい、お話してくださいましたけど、いわゆるその絵画っていうもののこういうイメージっていうのは、これ素材だと思っていただければいいんですけれども、このなんでこれを描いた人がこういう構図にしてこうなんだろうっていうのは、やっぱり受けるイメージがすごくこう強いものというか、こう気高いものっていうか、そういうものが、先ほど私言いましたけど、自分の中には何かこうちょっともしかしたら備わっていたのかなっていう気もしないこともないんですよね。はい、私は今セミナーが第2回目になってるんですけども、ほとんど皆さんの顔を見ながら組み立ててるので、今日は人生カラーコーディネートじゃんって思うんですけれども、いわゆる素材ということで、その素材をいかに自分の目的に応じてやっていくか、要するに肌の色とかいろいろあります、イメージもありますということなんですが、あとは色ね、今うちのスタッフが着てるベストなんですけどね、ベスト、彼女ね、あれドゥジャスティスのオリジナル のベストなんですけど、あれ織物なんですよ。着てる生地は着物の生地、織物なんです。あれパッと見て、何色に見えますかっていう質問をします。米山さん、何色に見えますか。茶っぽい色ね。加藤さん、何色に見えますか。
紫ね。五十嵐さん何色に？赤茶。赤茶ね。それからあとはまだいっぱいいるのに、あの須藤さん何色に見えますか？ダークブラウン。ほらみんなそれぞれ違うでしょ。実はあの織物の中に、織物っていうのは縦糸と横糸がこう折り重なるわけよね。だからあれいろんな色使ってるんですよ実は。だから全員が正解なの。でもダークブラウンって言っても何色系の、黄色系のダークブラウンなのか紫系のダークブラウンなのかっていろいろあるんですよ。だから皆さんの頭の中に描く色っていうのは千差万別なんです。千差万別なんです。でこの色は実はいろんな色が合わさって皆さんに映ってるんですね。あの中にはなんでグレーと合わせてるかというと、グレーっぽいのも入ってるはずなんですよ。だから赤っぽいのも入ってる。でもその赤っぽいのも黒っぽい赤っぽいのが入ってるんです。あれを分析してみるとすごいいろんな色の情報が入っていて、その中の一色を出しても合うんですよ。だからあのジャケットを着てたらいろんな色のネクタイの色があるんです。ワイシャツの色もあるんです。あの色のスーツを着てたらいろんな色のコサージュがあるんです。女性だったら。それからアクセサリーもあるんです。マニキュアもあるんです。だからその一色の中に何色があるのかなっていう感覚で自分で生きていくと結構面白い。だ靴なんかでも男性ね、あのキャメル色の靴履くじゃないですか。でもそのキャメル色って言ってもいろんなキャメルがあるんですよね。だからその色が何色系の何色が入ってるかだけ分析できれば自分の肌の色と合うのかとか、あるいは自分のスーツ選んでたけどそれが合うのかとかが分かるんですよ。女性もそうなんですけど。だから意外と化粧のこのシャドウなんかがとんでもない間違いをしている場合もあるかもしれないし、それから選んでいる好きな色のワンピースって言っても実は合わないかもしれないし、もう一回言うと素材として考えると、自分の体全部がね、素材として考えると着るものとか身につけるものは全部素材です。そして忘れちゃいけない、明日死ぬかもしれないと思います。すなわち今日の日というのは一期一会なんです。今日の一日をやっぱり勝負してやらなきゃいけないんですよ。道で倒れるかもしれない、ね、その時にやった今日は勝負服って思ってねいたらね、それはいいんだけど、やばい今日は破れたパンツ履いてたなんて思ったりとね、やっぱり一期一会が台無しになっちゃうんで、まあ安い高いは関係なく、その毎日毎日が自分を無駄にしない、そのカラーコーディネート、自分も含めて、そして忘れちゃいけない、自分のイメージというのは自分で変えることができる。笑顔です。あのすごく迷って嫌なことがあって困ったことがあったらまず笑顔になってみてください。変わるんですよ、うん、困って迷ってっていう時に困って迷って眉間にしわっていうと、これ今日本の経済ねようやくこうね好転しましたけど、負のスパイラルでどん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 負の方に落ち込んでいくんですよね。ちなみにあの私は日本経済の発展していく方法っていうのは分かってるんですよ。自立すればいいんですね。すなわち何かって言ったら、あのみんな公的年金にしても、支援支援ってこうなってるじゃないですか。で給料上げろってこうなってるじゃないですか。上げればいいんですよね自分たちが。いわゆるその、あのエネルギーを出して自分たちがとにかく立ち上がるっていうことが大事だと思うんです。だから嫌なことがあって負のスパイラルになっていくんじゃなくて笑顔で立ち上がっていけばいいわけですね。だからあのイメージっていうのはすごく暗いイメージの人っていうのは暗い要素というのがあると思うんです。これは色では何でもなくて、そうすると今までは黒しか似合わないと自分で思い込んでたのがオレンジとか紫とかいろんな色が似合うようになってくるんです。で色っていうのはパワーがあります。ものすごいパワーがあります。だからあの私イラストレーターもねやってたんですね。あの小学館とか主演者とか、あの主演者のあのセブンティーンのあの編集後期というか、セブンティーンのなんか読者のページみたいなところも任されて書いてたことなんですよ。あとビーパルとかね、ああいうところでお料理のページとか、あの陸上やってたんですけどね、陸上マガジンっていうベースボールマガジン社でもう20年ぐらいずっとあのお料理のページを担当したこと、教師やりながらですけどね。ということがあったんです。で、
今のエディターっていうのはパソコンがあるんで直線も引くこともできなくてもできるんですけどもね。で昔のエディターっていうのはもう直線引けなくとダメだったんですけどね、まあ、そういうアナログの時代の時から私はいろんな出版社の人と仲良しになってたんですけど、あの配置、例えばこの1枚のこれを、これはね決していいとは思わないんですよ、どなたが作ったかがね。有吉さんのイメージってもありますし、何を持ってくるかって、これが世界ですよ。俳句で言ったら五七五ですよね。この世界に切れ字が4つ5つあぐるぐらいじゃないですか、これね。季語もないしみたいな。でこういう紙のところにまず要素としては、話ちょっと飛びますけど、字体ありますでしょ、フォント、これシャレじゃないですよ、フォントにフォントは本当にフォントに大事なんですよ。明朝にするのか、ゴシックにするのか、細身にするのか、丸子にするのか、ものすごいイメージがあるんですよ。だから T シャツもロゴの入った T シャツ着るじゃないですか、あれものすごい勇気がいることですね。だからこういうあれ広告を作るときに、ベースの色を何にして、被写体を何に置いて、今回は何を目立たせたいか、いろんなクライアントさんの、ね、意向で、いやほとんど会社のロゴだけあればいいなんていうのね、それもちょっと泣かせちゃいますけど、じゃあ何色にしますか、もうクライアントの言うことだけ聞いてるととんでもない広告できるんですけど、それを覆すようなこの ナポレオンの気持ちでねそして勝負すればいいわけですけど、まあ、あのこれこれこうですというあの話をすればいいんですね。で私あの実はあのトヨタさんとちょっとつながりたいなっていう気持ちがあったことがあるんですよ。でなぜかっていうと、3月1日にピーチクパーチクポーチクっていうあのコンサートを企画してるんです。でこれがあの、明治記念館でやるんですけど、ピーチクパーチクっていうとどんなイメージですか。ああそうですよね、なんかうるさいっていうかね、そうなんです。このコンサートには女性のアーティストが4組来るんですけど、その4組とも私がピーチクパーチクで、会話をするんですよ、対談をするんです。4組15分間ずつ、全部で1時間、その後にこの4組がこの日だけのコンサート集まって、琴、篠笛、しかピアノ、琴、篠笛、ピアノ、琴、篠笛、ピアノ、民謡、この人たちが初めてコラボレーションするんです。これを企画したんです。で3月1日、桃の節句だからなんですよ、3月3日ですけど、まあ、土曜日ですけど、桃の節句ということはピンクでしょ。で実は私トヨタのピンククラウンを実はもう1ヶ月だけの限定ということで、私は全然知らなかったんですけど、うちの主人がピンククラウンが出たらしいけど、俺は乗れないけど、まあ在宅のためにお前買ったら着物で乗ったらいいと思うから注文したということですね。でこの昨日かな、一昨日このあれが来ましたけど、あのプラモデルみたいな限定のね、あれちょっと塗装がちゃんと同じ塗装あれ見て、でピンクだから明治記念館の駐車場にピンククラウンを置いてたら、あトヨタ喜ぶだろうなと思ったわけですよ。トヨタがなんかスポンサーになってくんないかなと思ったわけですよ。トヨタさんとつながる道ないかなって考えていった、その先にはテリー伊藤さんがあったんです。なぜかというとテリーさんがデザインしたんですね、あれピンクラウン。それでテリーさんとピーチクパーチクしてみたいなと思ったんです。男性ですけどね、ピンクですからっていうあの目論みがありまして、そのピーチクパーチクポーチクのピンクっていうのを、まあ、やりましたんですね、やりましたんですよねって言いますか、その、 あの企画をしたんですけれども、いろいろトヨタさんとあのつながるいろんな方法はあったんですが、なんと今はテリー伊藤さんと12月4日にたまたまなんですけど一緒に会う機会があったんです、あるんです。だからそこではお話ができるんで、多分これは実現可能になると思うんですが、まあ、そういうことで、私今なんでこんな話してるんですか。なんでこんな話した。いや そうですけど、その前の話が何かあってその話したんですよね。ベースが大事、フォント、あそうなんですね、フォントなんですよね。ですからその非常にあのロゴだけ一つ取ったってものすごく力があるので、その力があるところにキャラクターの力がボンときて、そこに何色をするかっていうことってものすごく大事なんです。で締めとすれば、あの自分が今日どこに行くっていう時に何がメインですかっ
ていうことを考えた方がいいです。で、メガネのフレームもすごい力を持ってると。あの顔だから、顔に乗っけるものっていうのはマスクにしても何にしてもすごい力あるんですね。で、情報がここに集まるから、だからちょっとインテリっぽくしたいときはちょっとメガネの先がちょっと上がってるものとかボックスタイプとか、それフレームをいくつかご用意して、それで行くところに応じてその行くっていうのもすごくグッドだと思うんですね。色もそうなんですけど、まあ、そういうその、何がメインなんですかっていう全部の素材を集めたときに何を表現してるんですかっていうのは、これも同じだし、これも同じです。同じなんですよ。あの絶対この描いた人、これレンブラントかな、誰だろう、絶対思ってるはずなんですよ。何をメインにしようかっていうのは、絵を描くのはみんなそうですね。着物もそうです。どこをメインにしようかな。だから私は髪の毛は美容院に行ったことはないんですよ。着物着るときに全部ゴム2本なんです。髪に力入れちゃうともう全部整合性が合わなくなっちゃう。髪はだから丸めてポンなんですよ。その代わりこっちの方と顔と整合性を合わせて最後まで。ところが美容院さんに行くと、美容院さんはここは俺の力の見せ所だって着物関係なくやるでしょ。で後で着物合わせるわけですよ。なんじゃこりゃーなっちゃうわけです、ね、だから自分じゃない、自分の素材がなんかあら羊の肉だったのがなんか豚肉に見えるわみたいな感じになるわけです。だそういう風にならないように、やっぱ自分の素材をまず鏡とにらめっこ、あるいは人の自分の見ているそのなんていうんですかね、オーラみたいなものを何色に見えてるのかなとか、俺はどうなんだろう。素材は一番強いんですよ。だから日本の素材は着物なんです。着物文化です。あ、それでトヨタの話を思い出しました。トヨタはもともとトヨタ食器なんですよ。この間とある人とお話した時に、森精機ってご存知ですか、奈良のね。あれは精密機械の世界シェアナンバーワンの森精機、あれもこれから入っているんですよ。着物の生地を織ってたんです。ということは天下のトヨタも天下の森精機も全部着物から入ってるんですよ。そこをとっ捕まえて、それをアピールすればいいじゃないですかと思うのが、で最後の最後で、実は私オリンピックのエキシビション考えてるんですよ。はい、これはね割と現実するかもしれないです。それは眉なんです。さあ皆さん眉を想像してください。眉ってどんな形ですか。こんな形ですよね。2メートルの眉、ね、2メートルの眉、まだねマテリアル決まってないんですけど、今度やるファッションショーでは1個実物大のものを作ってドーンとまずお披露目します。はい、2メートルの眉の中に着物を着た、まあファッションショーの時は私なんですけど、私が丸まってます。眉の中に着物を着た女性が丸まってます。だから2メートルなんですけど、1メートル89ぐらいかな。そこに LED ランプが入ってるんです。周りは薄暗い。国立競技場は新しくなった。そこに2メートルの眉が300ぐらい並んでます。サッカーのね、メインスタジアム。そこにふわーふわーと光がね、薄明かりの中から女性の丸まっている。これはいわゆる何ですか、さなぎと言いますかね。はい、このこれですよね。これいるわけですよね。そして音楽が流れてきます。聞こえてきます。ちょっとスペーシーな感じ。そこにドーンという音でボン、こう眉を破ってきた女性がたもとをパン振り上げるんですね。でこっちの方はこんな感じで、ちょっとそれは体育の教師まだ考えてないのでやるわけですね。でそれがランダムにポンポンポン300人400人立ち上がります。そこでその後ろのところに、外壁のところに大太鼓が、この日本太鼓が300個ぐらい並んでるんですよ。で男衆はその太鼓のところにこうやってやっぱり丸まってるんです。である音をきっかけに、いやーって言ってどん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 って300の太鼓が鳴るんですよ。そこで女性たちがうわーって言って蝶々のように舞っていく。日本は富岡製糸場が来年はきっと、世界遺産になると思うんです。世界文化遺産になると思うんです。館長知ってるんですけど、これが日本の近代化の幕開けなんですね。
フランスとあのリオンにも行きました。でリオンは残念ながら今やっぱり絹製品というのはなかなか作ってない。でリオンと富岡は手を結ぶべきだと私は思ってる。でやっぱりそのシルクロードもそうだし、文化のやっぱりこうあの流れっていうのはシルクだと思っています。そして、横浜はシルクでここまで大きくなったと思ってるんです。あのいろんなね、あの海湖って字の会社がたくさんあるんですけど、それもそうですし、港の開港、あのいろんな意味で、それからシルクスカーフもね、横浜は有名なんですけど、で横浜自体もちょっとシルク力あんまり入れなくなっちゃった。シルクセンターに行っても閑古鳥みたいな感じですね。これで日本が世界に、養蚕、これが日本のトヨタだと、要するに車社会の源は養蚕だと、そういうこうやつをやろうと思って、近々、オリンピック招致委員長の下村大臣にお会いして、この計画をバーンということになっております。そういう話なんですね。ですから何もこれはテクノロジーだけではなくて、さっき言いましたけれども過去を旅するんですよ。恩子知心っていうんですけどね、過去を旅していくとやっぱり今が見えるということなんです。着物っていうのはあの着付けはなくてもおばあちゃん着てました、祖祖父も着てました、みんな着てました。口伝ですよ、おばあちゃんね、おばあちゃんおじいちゃんたちがみんな着てるっていうのは口伝ですよね。いやこうやって着るんだよみたいな。もう一つ考えてるのは小学生に着物の着付けを無料で教えるということと、それから教育の中に着物を着るっていう授業を年間何回でもいいからつける入れると。あれなぜかというとね、着物着るのに紐を20本ぐらい使うんですよ。ね、20本ぐらい使うんですよ。こう地盤からこうやってやって。あれそれをやってるうちに結ぶわけですよ。手先の器用さそこから来ましたね。で結び方っていうのはいろいろ様々あるんですけれども、結んですぐほどける結び方と、絶対結んでほどけない結び方と、蝶々結びぐらい知ってますよね、肩結びとかいうように知ってますけども、あと何回も何回もこうやってギュッてやると、このあと始末しなくてもそのまんまでちょっとだけ古いようになるとか、あれも教育なんですよね。だから着物を着るっていうことですごくそういうところがあの培われるという意味で教育的だと思います。日本がどん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 ものづくりの現場がアジアにシフトしました。中国が人件費高くなるとやれモンゴルだやれなんだと行きます。じゃあ肝心な日本の国がどうなっていいんですかっていうことなんですね。やっぱりものづくりの現場は日本にあるべきだというふうに思いますので、あのドゥジャシスというのはもう本当に枝葉の葉っぱなんですけど、もうあのなかなか大変なんですけど、まあ、生涯かけてこの着物の文化を世界にってということで、今回、まあ、こういうこととかこういうこととか今いろんな国に行ってるんですけども、あの明治記念館でねファッションショーがあります。これが12月の14日なんです。実は E プラスというところで全部売ろうと思ったんですが、今日来てくださった方は、実は、今日売ってもいいかなと思ってるんです。というのはあの会場が全部全席指定になってるので、 E プラスだとどこの席なのかわからないっていうのがあるので、もしあのもともと行きたいなというふうな気持ちでいらっしゃる方がいらしたら、そこはあの来ていただければいいと思います。今のところあの各国の大使館、7カ国ぐらい来ることになっています。イタリア、ドイツ、そして、ベトナム、どこだっけ、ネパールは大使ご夫妻で見えます。それからあの他もジプチですね、ジプチ、イタリアの結構アラブ系も来ると思います。一つの会場にあのそれだけの世界の人たちがあの来られるというのは私は稀だと思ってるんですが、やはりこの着物、それから文化、あのファッションというこういうキーワードというのはいかに平和なのかなっていうふうなことをあの実感してるんですね。で着物を着なさいというよりも、あの着物の中には素晴らしいものがたくさんあって、先ほど言い忘れましたけど、着物って実は季節の先取りがあるんです。なぜ俳句と一緒かということを忘れましたので言いますけれども、例えば桜は年中着れるんです、桜の花っていうのは。でも例えば菊という着物を着るときは、菊のシーズンのちょいと前に菊を着るんですよ。そして行きますと、もうじき菊のシーズンねっていう俳句のようなこの間があるんですね。
すなわち自分が楽しむというよりもここの場所を和ませる、楽しませるっていう、これが日本語のおもてなし。だから滝川さんはおもてなしってやるんじゃなくて着物を着ればよかったと思うんですよね。そしてその私が言った話を、季節の先取りを皆様に差し上げる、これが着物の文化ですって言えば、素晴らしい、日本人ってすごいね、これをみんな着てるんだって。で東京に行ってみたら誰も着物着てないっていうね。まあそれを何とかしなきゃいけないと思って、あのいろんなトライをしてます。着物を作ってみようっていうアプリを作ったりとかですね、やってるわけなんですけど、いつ寝てるのと言われるんですけど、いつも寝てます。あのいろんなところに行って、まあ、あの歴史行ったりとかいろいろして、車運転しながら寝てたりとかいろいろしてますから、まあ大丈夫なんですけどね。まあそんなことなんですが、何かご質問があればどうぞ。いきなりなんですけど、はい、あ、そうだ、今日はね、皆さんにね、いいものを差し上げます、はい、じゃあ皆さん、あのお茶を用意しましたから、実はこのコップホルダーは差し上げませんが、だって2200円なんです。あれ、もしよろしければ今日は1500円で結構ですという話をしようとしたんですけど、今色の話しましたでしょ。これ全部一個一個別々なんで、お好きな色の茶碗を持ってってお茶を飲みながら質問があればどうぞということをしようと思いました。いいでしょ、はい、じゃ あ, あのどうぞどうぞ、皆さんあのここに来てください。ちょっと座ってばかりでお尻になんかコケが、本校初公開の、柿人知らずの菊ですね。はい、お気をしてきませんでした。なぜかというと、ここで最後の締めの色合わせで、あのいろんな帯を持っているんですが、それでですね、帯を何本か持ってきました。で、私あの帯もね作るんですよ。で、うん、作るっていうのは自分でチクチクするわけじゃないんですけど、例えばあの帯もね、既成概念外すと作れるんですよ。5メートルの長い直線のものだけなんで。それで、クロートメソデット知ってますよね。あの結婚式の時にあのね、結婚される人のメインの人のお父さんお母さん、あのお母さんが着る、これね、黒留め袖なんですよ。これは黒いのがあって下にこれが貼る。ああ、なるほどねと思いますよね。黒留め袖で帯作りました。すなわち黒留め袖一生に何回着ますか。何回着る。着ないね、着ないね、もう着ないね。黒留め袖ってお子さん、お嬢さん、まあお子さんの数分親として着るぐらい。だから着ない人もいるね。着るかもしれないよね、ごめんね。いうことですよね。で、あともう一個は鯉を作ったんですよ。鯉の滝登り。実はこれはお食い初め。要するにお耳は参り。赤ちゃんの頃しか着ない。で、これで帯作りました。素敵。だから先ほど言えば、この着物のイメージをこれに鯉を持ってくると、なんか鯉の滝登りってすごいこう景気がいいじゃないですか。景気がいいようなパーティーの時はそれを着ていくとすごく喜ばれますね。で、これはあの鳳凰ですか、金の鳥ですから。そこで鳳凰無視。それで例えばね、昨日選んでた時にこれがいいんじゃないっていう話をしてたんですよ。これ菊があるからね。ところがですね、これじゃつまんないわけですよ。かすがいという話は覚えてますか。すなわちかすがいは帯揚げと帯留め、帯揚げと帯締めだけじゃないんです。作りました。帯軸っていうのを作ったんですよ。で、帯軸っていうのは何かっていうと、これ素晴らしいじゃないですか。帯掛け軸みたいじゃないですか。帯を掛け軸にしちゃうと、例えばちょっとこれあれかな、これにこれだとかすがいがないからちょっといきなりすぎる。それでじゃあ例えばこの色を足しちゃう、紫色がちょこっと入る、どうですか。はい、じゃあこれに例えばかのこ絞り入れちゃう、どうですか。イメージが可愛くなる、ね、したらこれに
例えば青を入れます。そうするとさっきの紫よりもちょいとおじみな感じで硬い感じになります。でここは自分のいわゆる素材とのお話し合いで、この着物と素材と帯という三者三つどもえの話し合いで決めればいいんですね。そこで今回は決めたのはこれでした。で先ほど見せた時に「ほう合うね」って思いましたでしょ。ほうなんて言った人もいましたけど、これに紫を入れます。これがねとてもちょっと見にくいかな、まあこんな感じ でこれをこれからライブで締めて差し上げますということでね。じゃあ行きましょうか。もういつもねピーチクパーチクうるさいんですよ。これがいいわこれがいいわなんて言いながらね、もう興奮しながら着物を着てるんですけども、そんな現場をおよそ6分13秒2ぐらいでやりたいと思います、ね、これ作っていただいたんで裏のこの裏側になっているあの生地も着物屋さんと相談してというか、あれがいいわこれがいいわっていう話で作りました。まあ、仕立て代もねそまあ、まあかかるんですけれども、まあ、最初にこうやりますね。どうしましょうか。持ってるしかないですね。はい、はい、ピロ私回る、はい、はい、じゃあ回りながら回りながらあれね。そうですね、まあもともと着物の生地だったんで張り感がねちょっとないんですけれども、でもちゃんと帯芯を作ってくれています。でここにはかすがいがないんですけど大丈夫です。帯揚げと帯締めがありますね、はい、でまだ帯揚げも帯締めも決めてないんです実はね。でこれから決めます。でこれ何回か絡めてキュッてさっき言ったようにしてここで、まあ、結ぶんですよ。いっぱい結びますって入れるんですね。でここでこうここをきれいに入れながらここ紐がどん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 入ってきます。そうするとここがしっかりします。で私胸そんなないんですけど、まあ、いらない情報なんですけどね、ここを着物っていうのはここを極力フラットにするのが道なんですよね。やっぱここボンキュッパーだと着物のちょっとなんか芯がだからここを潰してあげるっていうさらしで巻いたりとかしますね。ここのなだらかな丘陵が美になってますね。でまずここで一回これ本縛りですか、縛ります。でこれいつも私はちょっとね男性わからないかもしれないんですけど結び方が太鼓結びじゃないんです。銀座結びって言ってちょっと粋なやつ、横から角がちょっと出てるやつあれするんです。でしかもそれの、ちょっと江戸時代に旅した時に深川の女の人みたいなこうドンっていうのが好きで枕を帯枕を3倍ぐらいの枕を作ったんです。そうするとドンと、うん、そうそうこれは元々の枕ってぺったんこなんですよ。でこれをものすごいでっかい枕しかもこれ取り替え自由だから見える色も変えてるんです。またそれもセミナーで詳しくそういうのをやりますけど、じゃあ紫じゃなくてブルーだね、はい、っていうような感じでやるんですね。あれ自慢じゃないですけど帯200本ぐらいありますね。帯揚げ帯締めももう売るほどあるんですよ。でもそれは安い時に大量に買っておいてっていう、もうだから6年ぐらいずっと集めてるん でそれで色合わせをするんですね。でこれは成人式しかやらないでしょ。これものすごいいいんですよ。なぜかっていうと最後の始末がすごい楽、それに鹿の子絞りはどんな中年のおばさんも可愛く見えるということですね。でこうやってここの始末も結構ね楽なんです。こうやって入れるわけですね。はいはい。ちょっとマイクのねこれがちょっと入れ具合になります。レナ先生ちょっとマイクのこのコードを。マイクまた持ってて。No これこっちこっち。あこれ。これなんです。はい、ねコードな技術が必要なんですけどね。こんな感じですね。ちょっとはい。それで先ほど言った軸はついてるの。あ、もうできました。後ろね。それであとは最後のこのカスガイなんですけど、今白い紐これ仮につけてるんですけど、さあ
皆さんこの中で何色がいいと思いますか。え、何色、何色にしようか、何しましょうかね。ちょっと今ね、金、金いいね。でね、不思議なんです、ちょっとね合わせてみますね。こんな一本なのにイメージってガラッと変わるんですよ。例えばこれでしょ、例えばこれでしょ、例えばこれ、例えばちょっと緑、今見てますか、 お姉さん。どれがいいかなって。これどう、寂しいって、寂しいっていう。いつも鏡見ながら自分でリコメントするんですけど、これ、あ、これ、これいいんじゃない。そう、こっちがいいか。じゃこれ採用します。で、これをつけますね。はい、寂しいね、うん、大将が寂しい。じゃあこれで、じゃあなんか安価のコードで。安価のコードって言って笑う人は昭和60年代ぐらいの、いやいや昭和30年ぐらいの。安価のコードってあれ赤いんですよね。ちょっと安価のコードみたいな。ととあ、そうそう、パッチンパッチンで途中で、で安価自体が今あんまりあれですけど、高いけど安価って。はい、じゃあ後ろの帯見せて差し上げます。いわゆる帯が、掛け軸だったらどうだろうということで帯軸という名前で、あのヘリを作ったんですね。そしてあの枕はドンといきます。こういう感じですね。でこうやって横になってもさっきの枕の色が入るから、例えばこの枕の色が黒だったり、枕の色が紫だったり、枕の色がっていうことですね。で立ち方もちゃんとこうどっちかの足を前に出して、着物の裾が、まあ、下の方が細くなるようにして立つんですね。こうちょっとこうやって、でこうこんな感じですよね。これが微笑み堂のいう感じなんですね。で頭もゴムでポンみたいな、こんな感じ。でこれが帯軸っていうんですけど、まあ、あの話をトータルにしますと、全てが素材です。で最後は自分の顔でも、自分のイメージっていうのは変わることができますよと。その色から受けて変わるっていうのもあるし、エモーションで変わることもできるということ で選ぶものは全て素材なので、一つのもので完結しているものではなくて、素材としてあの洋服とか靴とかそういうものをお買いになったらいいんではないかと。ですから着物は究極それです。だからいっぱいこの小物をいっぱい買うといいです。だから洋服も小物をいっぱい用意しておくといいです。で男性の場合はあのネクタイっていうのはガラッと変わります。で今すごく思うのはチーフです。ポケットチーフで全ての最後の締めができます。ネクタイよりもチーフです。ネクタイの色の中に何色が足りないなと思ったら、今日ねあのお越し の, あの緑色のネクタイしてますけども、あのチーフね、あれでこうバランス取ってたりとか、もうそのそれはすごく素晴らしいです。で、まあ、時計の色とかいろんな色があるんですけども、そうやって素材をたくさん、まあ、お料理だと考えてみてください。何か味が足りないなと思ったら、それをどうするこうするっていうふうなお考えでやると、こう勝負ができるかなっていう。道で倒れていても大丈夫今日はみたいな、そういうふうになれるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そんなことで質問も全くない状態にしておきましたけれども、以上で、あ、どうぞ。あの先生は生粋の日本人です。あ、よく言われました。サウジアラビアに行けばあなたはサウジアラビアの血があるのと言われ、インドネシアに行けばあなたはインドネシア人と言われ、モンゴルに行けばモンゴル人と言われ、ね、インドに行けばインド人と言われ、生粋の新潟生まれの新潟育ち、東京で育って東京で住み着いてもう30何年ということですね。わからないです。旅するとロシア人が入ってるかもしれない、新潟だから。ハバロスクからこう流れてきたとかうちのじいじいじいちゃんと何か秘密な話があって私がいるのかもしれません。わからないですけど、はい、でも英語を話をし始めるとメンタルで英語って考えるじゃないですか。そうすると目がくぼんできますね。
そんな感じですね。だからあのサウジアラビアのアバヤっていうのを作ったんですけど、もう中東に行くといつも黒いアバヤを着てるんですけど、もう目だけじゃないですか。あれいいですよね。目だけ見ては全部想像しちゃうから脱がないでみたいな、まあ、あれを着てると本当になんか中東人と間違えられるっていうのはあるんですけど、生粋の日本人ですけど、何か他にあればどうぞ。企業秘密です。嘘ですけど。これはあのどこでも買えるんですけどね。あのフランス製ですよ。うん、まあ、布に書く絵の具って検索していただければ買うことができます。ただ私あの一度も下書きを書いたことがないんです。だいたい自分の中のイメージがバーンとあったらそれに従って手が動いてるだけです。でそれともう一つはこれの場合は着物がなきゃいけないじゃないですか。これ裸でこれ結んでいくわけにいかないので。そうすると着物と合わせるということを前提に色を入れてますから、なかなか難しい作業かもしれないですね、はい、で最近はスパンコール、スワロスキーをつけてます。これもあの岡田屋で買ってます、はい、そうですね、デヴィ夫人とお会いするときに八芳園で、その時にデヴィ夫人の絵を描いたんですよ。で使ってないパールのネックレスをほどきまして、それ4個ぐらいデヴィ夫人のピアスにしましたけどねちょっと力入れ。他に何かございますか。あ、どうぞ。私帯の手入れの仕方とか知らないんですけど、うん、こういったあのペイントした後ってどういう風に手入れされてるんですか。これはアイロンかければもうパーマネントです。だから洗うこともできるんです。 T シャツにもかけるし何もかけるんです。もともと帯にかく人は多分日本広しという私一人だと思うんですけれども、ですからあのアイロンを直接かけちゃうと溶けます。石油系だからベローっと大変なことになっちゃう。で、これは帯っていうのはもともと洗うってことをしないわけなんですけど、あの日本の引き染めなんかも割とああいうこうこんな感じなのよね。あのよく見たことないですかね、金色のこう菊とかそういうのはちょっとテカテカっとしてる石油系な感じのペレッとしてるのがありますけど、あれなんかもう自分で洗濯とかしないですよね、まあ、これの場合はそうですし、あのまあ基本的にあのそんなに洗うもんじゃないですからね。もうこんなのが30本ぐらいありますからね。今度あのこれの、お披露目会といいますか、あのその遊園になった人と由来の人と一緒の写真パネルを貼っといて、そして本物の帯とどんな着物に合わせたかっていう、まあ、それ の, あの展示会もあの近々世界初でそれはそうですよね、あの催しをしたいと思っていますけど、他に何かありますかね。はい、差し上げます。渋谷君、あ、はい、柳先生のお話の中で、うん、自分イコール人イコール、まあ、素材であるという話を差し上げます、うんうん、いただきましたけれども、うん、あの山木先生、ゼジャスティスに以前お会いしたときに、うん、ケンパッカーはあなたこれ似合わよって出していただいて、ちょっと今日つけてなくても申し訳ないんですけども、僕にはあの優しい雰囲気があるからということで、うん、あのオレンジ色のネクタイ、うん、で特にピンク色のシャツにそのオレンジ色の入った模様のネクタイをしたときに自分には合ってるなというふうに思ったんですけど、うんうんうん、そうですね、例えば近い同じ、まあ、友人であるとか、うんうんうん、また本当に大切な人にプレゼントしたいときに、うん、その人と人に合ったイメージの色というか、うん、そういうのやっぱりなかなか自分で決めない。あのね、写真見たらすぐ色が出てくるんですよ。だから私大体対談をするんですけど、対談をするときにその人の顔写真をインターネットとかで見て、だからみんな皆さん見ててもう色が出てきてるんですけど、その色が出てきてる。それはあなたという素材の中に隠れている何かがあるんですよ。でこの色をつけることによってその素材の良さがブワッと出るっていうのがなんとなくわかるんですよ。なんとなくっていうかわかるんです。だからあ、もったいないな、テレビの司会者の人がもったいないな、この人これをつけたらもっとこの人の良さが出るのになっていうことはしょっちゅうあるんですよ。だからお店に来た時に、あの八木先生ネクタイがって言った時に、あなたもうこれだからっていうもう瞬時ですね、あのそれパフォーマンスとしてやったこともあるんですけど、5人ぐらいランダムにバーッと連れてきて、でネクタイ持ってきて、あなたはこれね、あなたはこれだわ、あなたはこれだわっつってパッてやって3本売れましたけどねまあ売るとか売らないとかじゃないんだけど、やっぱり素材としての人間と素材としてのその着物の生地っていうのがぴったり合った時、特に男性は何色のジャケットよく着るのということを聞いて、それでおすすめするんですけれども、
あとは最終的には私は地方活性化するというのが目的なので、国会議員は全員着物のネクタイを着るべきだと思うし、オリンピック2020年のオリンピックの時の全部の役員さんは着物ネクタイを締めるべきだと思うし、これは私が儲かるというよりもそれを縫わせるのは東北の女性たちだと思っています。メイドインジャパン by 東北で、これで自立をしていただきたいと思っているんですよ。でそうすると見た目にも着物をの持っている素材感とその方の持っているものがドンピシャあって、全部が黒っぽいジャケットを着てても全てが個性が弾けているということで、しかもそれを作っているのがメイドインジャパン、しかもそのマテリアルはトヨタだったっていうね森世紀だったっていうね、ここだと思っているので、そういう点ではネクタイを揶揄する人もいるんですよ。ネクタイなんか切っちゃって、着物切っちゃって言うけど、あんたはじゃあどう考えてるのよって言いたいんですけど、黙ってるんですけど、それで初めて着物が素晴らしいという、まあ傍らに子供に着物を着せることを推進する、傍らに着物を作るという世界大会をやると、これはもうやることにしてるんですよ。で実を言うと明日東急ハンズの社長さんと対談するんですね。で東急ハンズの社長さんに着物を作ろうキットをもう事前に用意してるんですよ。でこれを東急ハンズと一緒にやりましょうと、まあこのですね、こんな感じでやりましょうってやるわけですね。そうすると東急ハンズがおいいねって、このコンセプトが大事だから、そしたら東急ハンズ×ドゥジャスティスの着物を作ろう、英語スパニッシュいろいろ入ってるので、これを iTunes ストアでやり方 のアプリをアップするんですね。もうこれは iTunes ストアで3つぐらい私も出てるんですけど、でそれで世界中の人が着物を作ろうのこのキットを使って着物の柄とか全部考えて、このサイズがバービー人形サイズなんです、このキットで作った着物ってのは。でバービー人形が全部モデルだから、モデルいらないんです、ね、で将来的にはこれをアフリカの人がね、ベッドカバーで作っちゃおうみたいな、着物を作ろうで、そしたら世界大会があるんですよ。成田降りてくるんですよ。で勝ち抜いた人たちが銀座をアフリカっぽい柄の、ね、黒い人がこうやって着物で歩くわけですって、どう思いますか？かっこいいし、私が三ノ瀬で盆踊りを見た時の気分と同じですよ。日本の魂ここにあり。でこれをね、やっぱり Do it yourself って Do it myself っていうイズムは東急ハンズが作ったんですよ。ハンズ大賞ってご存知ですか？これ第1回目があれが歴代あるわけですよね。あれはものづくりの原点なんです。それはものとものマテリアルをこの自分の思っているそれにして作るっていうのは人間の至福の幸せですよね。でどんなものを作ってる方々もやっぱり売れ線だけ狙っちゃうと、どうしてもそこに何か欠けちゃうんですよね。でなかなか大変、食っていくのも大変だから、それは分かるんだけど、それとは別にやっぱり何を残すのっていう、それは温故知新で、やっぱり昔に戻ってみるとそのヒントはたくさん隠れているっていうのがあるんですよね。まあ、いろんなミッションがあって、そうだな、89歳ぐらいまでちょっと現役でやっていけないぐらいなんですけども、まあ、そんなところでお時間になりましたので、またまた Facebook でお会いしましょう。ありがとうございました。どうぞです。